半島、高輪半島、高輪半島は、四国北西部、愛媛県の中ほどにある半島。西、北は、時灘、来島海峡を挟み東は、日内灘に面す。西部に、松山市、北東部に、今治市、南東部に、西条市等があり、JR 予算線はこの半島を、ほぼ海岸沿いに走っている。長い間、海岸線に沿って走る。 国道196号と半島規部を東西に走る国道11号が主な国道であったが平成8年度に半島中央にある水が峠にトンネルが通じ国道317号によって松山市と今治市が直結された。さらに松山自動車道、西瀬戸自動車道が全通し共用され今治小松自動車道は今治インターチェンジと ユーラインターチェンジの間が建設中である。中央部の3階に半島の名となった高輪山があり、山頂に電波塔があり動定しやすいが、最高峰で今治市、西条市、東恩市の境界になっている東三方が森は、付近に同程度の標高の山々がありどれがその山かを判別するのが困難である。半島の大部分は風化加工岩室であるが、 半島の南側には中央構造線が東西に走っており、多くの断層面が認められる、高輪半島の最北端である。高台に展望台と来島海峡町流信号所があり、海辺にはキャンプ場クジラ広場、水事場、駐車場10台があり、入り口には駐車場40台とシャワー室があり、全体として大隅海浜公園になっている。ありがとうございます。